植田正隆は、日本の実業家。アメリカンホーム保険会社会長やセシール会長、富士ダイレクトマーケティング社長、ディノスセシール会長を歴任。現在、日本マクドナルドホールディングス取締役、子供向け職業体験施設キッザニアのエグゼクティブアドバイザー、日本企業の健全なガバナンス確立を目指す、公益社団法人会社役員育成機構理事などを、務める。 熊本県出身。小学校5年生から4年間イギリスで暮らす。1974年、整形高等学校卒業。1979年、一橋大学経済学部卒業。同年三菱銀行入校。しかし、年功序列に馴染めず退社。1983年、アメリカンエキスプレスインターナショナル。日本支社入社。1997年、 アメリカンエキスプレスインターナショナル日本支社グローバルネットワークサービス日本韓国担当バイスプレジデント2000年アメリカンホーム保険会社副会長2001年会長県最高経営責任者2002年満50歳から満80歳まで誰でもいれる人生まだまだこれからだの発売を開始2006年楽天と資本業務提携の合意を結ぶ 2007年、ING ダイレクトサービス顧問。2007年、当初の取締役選任案には含まれていなかったが、ライブドアが株主総会に提出した修正動議によりセシール代表取締役、会長兼最高経営責任者に就任。2008年定官変更により、会長と社長のポストを廃止し、ライブドアグループ出身の佐谷総太社長が退任し、 唯一の代表取締役となる。2009年ライブドアグループから離脱し、富士メディアサービスの子会社となった。2010年4月、富士ダイレクトマーケティング代表取締役社長兼務。株式会社、セシールコミュニケーションズ取締役、株式会社、セシールロジスティックス取締役、株式会社アルマード代表取締役、再子 霊所防有原行紙当事長なども務める。2013年に株式会社セシールが、富士グループのディノス社と合併するとともに、取締役会長に就任。2015年6月には、同社相談役となる。2016年3月日本、マクドナルドホールディングス株式会社取締役。同年10月株式会社校通信顧問。 2017年7月株式会社スカラ顧問。セシールの本社がある、香川県高松市で、同じ一橋大出身の吉田誠と知り合い、香川大との間でインターンシップ受け入れや、オープン講義などの交流を持つ。2010年から2014年まで、香川大学キャリア支援センター客員教授も務め、二千十六年まで、非常勤講師を務めた。二千十四年から、 異業種を含む幅広い事業への関与を深め、キッザニアを運営する KCJ グループ社のアドバイザーに就任。また、コポレートガバナンスの確立が遅れている日本企業のあり方にも危機感を感じ、同様の問題意識を持って活動する公益社団法人会社役員育成機構に参加した。2001年10月3日。 日経金融新聞2008年2月19日、日本経済新聞2007年3月24日、日本経済新聞2008年2月22日、日経 MJ、マック社外取締役に、上田氏笠野ば再任を提案東京新聞2016年3月16日15時31分、AB 公益社団法人会社役員育成機構。ありがとうございます。